じゃあこれ公式ツイッターで突然この武器の新情報が出て、なんか武器の情報を見て、あーつまんねって思って、なんか記憶から消してたわ。はい、バージョン 3.7 の騎士星召喚のイベントをやった人に対する配布武器ですね。で、性能が基礎攻撃力565、攻撃力 27.6% です。ここは優秀です。強い。基礎攻撃力が454だったら微妙でしたが、565なので強いですね。まあ、サブも攻撃だしね。で、効果が銃撃当てたら熟知が40増えます。で、これは2回まで発動するので、2回銃撃当てたら熟知が80上がるのかな。で、精錬落5になったら多分効果2倍なんで熟知が160上がる。まあ弱くはないな。強いな。誰に合う？パッと思いつくとこだと関羽やけど、妖怪関羽やけど、関羽ぐらいか。気に食わないところがあるとしたら、熟知も使うし攻撃力も使うキャラって限られてくるんよな。熟知が上がるってなったら攻撃力捨てて元素反応だけで戦うビルド、激化反応で生かすビルドで、あとは蒸発妖怪で生かすビルドがあるけど、どうだ。激化が生きるキャラ、ティナリか。ティナリ攻撃力あんま大事じゃないけど、あ、でも熟知が160上がる武器って考えたらティナリありだな。ティナリあり、関羽あり、でもそんぐらいじゃね。アンバーはどう？妖怪反応起こすなら、ティナリは段級でいい。確かにティナリはそうだね。ティナリは会心率、会心ダメージ、会心が本当に足りてないキャラだから、どっちかっていうと弓は段級を持たせて、会心上がる武器持たせてステータスをバランスよくした方がいいな。これ関羽ぐらいじゃん正直。パッとしないよね。まあ、配布武器にしてはまともないよな。関羽。まあ、関羽ぐらい。烈海か、宵宮。まあ、宵宮で烈海かって起こしようがなくないか。まあ、パッとしないね。いや、その、弓矢ってなんか全部強いしな。やっぱり弓矢といえば、私的には、星4の弓矢で配布で一番強いのは、落下だと思うんですけど。今までの配布武器で一番強いのは落下かな。まあ、アルベドに関してだけのシナバースピンドルが最強説あるけど、ダメバフが 12%、20%、28%、まあ、どれか、平均して 20% 上がって、まあ、ダメバフ 20%、現茶 30.6%、基礎攻撃力高めの565ってだけで弱いわけないから、これが一番まともかな。これに比べたら、ちょっといらない感あるな。落下は重宝してるわ。落下はほんまに強いと思う。あと個人的にはあとあれかな。バージョン 2.5 とかできた、ココミンが持ってそうな見た目の放棄。まあ、ココミンには相性良くないんだけど、見た目ココミンの武器なんだけど、まあ、ココミンには持たせないかな、これ。誓いの目。これも強いですね。基礎攻565サブ攻撃、スキル使ったら現状 48%、 これも強いね。誓いの明道と落下が今までの配布武器だったら2強で、あとはアルベドに持たせた時のシナバースピンドルは、シナバーはアルベドにとっては星5武器よりも強いので、まあ、生物強かったらだけどね。これ以外の配布武器はパッとせえへんな、ほんま。モナ用、うん、モナにも相性いいし、てか結構いろんなキャラにね、誓いの明道は相性良くて、私結構好きです。配布武器の中ではだいぶまとも。シナバー再配布欲しい。いや、アルベドは復刻来たらシナバー再配布はないと思うけど、まあ、今ってかそもそもシナバースピンドル再配布する前に武器の再配布をしてほしいから、今まで武器の再配布って1回もないからね、ちょっと期待できないな。どっちかっていうとアルベドが復刻した時にシナバースピンドルあるかないかで火力が違うってのもそうだし、アルベドは新武器が出ると思います。星5のザンザンの刃とかいうゴミ武器じゃなくてね、もっとまともだね。するつもりある？するでしょ。アルベド新武器出さないとインフレにはついてこれてないから、まあ、今までインフレについてこさせようと思って新武器出してるキャラおるしね。タルタルだけか、結構歩くね。タルタリアだけか。タルタリアは天空の翼だったけど、3回目の復刻で当局の剥製が来たし。あ、タルタルだけか。ウェンティもそうだね。ウェンティも一応モチーフ武器天空の翼みたいな感じがあったけど、2回目の復刻の時に、1回目か、初復刻の時、1.4 の時に終焉弓が来ましたね。これぶっ壊れです、これ。ウェンティとタルタルだけか。でもアルベドは、シナバーの再配布しないんだったら新武器出さな、やばいよ。武器ガチャ埋めたいな。ザンザン、無効、アテン、浮世。マジでレア武器になってる。この武器、マジでカスみたいな弱さだけど、復刻来ないし、復刻しても誰も引きたがらないし、レア武器になっちゃってるな。図鑑上のために欲しいな。あとは、唯一工場で手に入ってない天空の巻ね。武器ガチャコンプリートしようとしてんのやばいな。